こんにちは、フィールドミュージックスクールの森田です。今回は半拍半フレーズ、16分音符の3つ割りについて叩いていきたいと思います。3つ割りとは、以前に、6つ割り1拍半フレーズっていうのを、こちらでご紹介させていただきましたが、今回は半拍半16分音符の3つずつのグループに分けて叩いていくフレーズになります。今回も分かりやすいように、その3つのフレーズ3つずつのフレーズをタム、スネア、スネアというグループに分けて16分音符に当てはめて叩いていってみたいと思います。ではまず1拍ずつ叩いていきましょう。まず1拍目ですが、16分音符の4つある音のうち3つずつに分けるので最初の1つ目の音はタムになります。2つ目3つ目はスネアドラム、そしてまた4つ目の音はタムになります。ですので、音はタム、スネア、スネア、タムという形になります。まずは足で四分音符をリズムキープしながら1拍目だけ叩いていってみましょう。では次に2拍目を叩いていきたいと思います。2拍目は、1つ目の音は1拍目の4つ目の音で叩いたので、2つ目3つ目をスネアスネアで叩いていきます。その次にタムを1つ目を叩いて、次にスネアドラムを叩いていきます。ですので2拍目はスネアスネアタムスネアという形になります。実際に2拍目だけを叩いてみましょう。では、3拍目です。3拍目は今2拍目でスネアスネアタムスネアタムスネアの1つ目2つ目を叩いたので、次にスネアドラムを1つ叩きます。そして16分音符の2つ目でタムで3つ目4つ目はスネアスネアという形になります。ですので3拍目はスネアタムスネアスネアという形になります。ここも3拍目だけ叩いていきましょう。では4拍目です。4拍目は、ここで3つ割りのフレーズが、ぴったり収まりつくので4拍目はまた1拍目と同じようにタム、スネア、スネア、タムのフレーズになります。ここも、4拍目だけ叩いていってみましょう。はい、今の、4つのフレーズを1拍ずつ、つなげていったものが3つ割りになります。1小節で、収まりつくには3つの、3つずつ割ったフレーズが5回と、1つ目16分音符1つだけ入るような形になります。では、1拍目だけ同じように、足も入れながら叩いてみたいと思います。1、2、3、4
はい、では次に今の1拍目のフレーズと、2拍目のフレーズ、16分音符3つ目をタムに移動した形をつなげて1拍目と2拍目だけ叩いていきたいと思います。足は4分音符でキープしていってください。次に1拍目2拍目のフレーズに3拍目のフレーズをくっつけていきたいと思います。3拍目のフレーズは16分音符の2つ目をタムに移動した形になります。足で4分音符をキープしながら3拍分叩いて、また1小節足でキープしながら叩いていってみましょう。では今の3拍分のフレーズに4拍目も加えていってみたいと思います。4拍目は1拍目と同じ1つ目と4つ目がタムに動かすフレーズでした。これをつなげて1小節のフレーズにしていきたいと思います。ここまでできたら、今度は右手で叩いてたタムの音をフロアタムにまた動かしていきたいと思います。ですので右手の移動の時だけフロアタム、左手の移動はタムで、音をちょっと変えていきたいと思います。では同じテンポでやってみましょう。では少しテンポを速くしてやってみたいと思います。では今の形を8ビートとつなげてフィルインで叩いていきたいと思います。
今回は半拍半フレーズ16分音符の3つ割りっていうのをやってみました。以前にご紹介した6つ割りと同様、基本の形をしっかりマスターしていけば応用の形はたくさんできるかと思いますので、いろんな曲を叩いてもっともっと幅を広げていってみてください。このチャンネルではドラムのスキルアップをするための知識や技術を分かりやすくお伝えしています。この他にもフィールドミュージックスクールの先生方によるデモ演奏なども上がっていますので、この動画以外にもいろんな動画を見て参考にしてみてください。そしてこの動画が参考になった、あるいはためになったよっていう方はぜひグッドボタン、あるいはチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。